本セッションにご参加いただき誠にありがとうございます。株式会社 HR フォースの吉田と申します。8年前ぐらいに Google アトモスフィアってイベントがあったんですけど、実はですね、私そこで Google に出会ったから自分の人生が結構大きく変わったんですね。で、そんなテーマの中で本日こうやって自分たちが頑張ってきたことっていうのが発表できるのが本当に嬉しいです。で、今回のテーマにあるビッグクエリアナリティクスハブで最先端の HR ダースを実現した方法っていうところで、あまり聞き慣れない話も多いかもしれません。で、本日2日目のもうすでに17時っていうところで、皆さんお疲れですよね、正直結構今笑ってらっしゃった方がいらっしゃるかなと思います。なるべく私たちは分かりやすいように今回準備をしてきました。ただ分からない点などありましたら、いろいろご質問いただけたらなというふうに思ってます。よろしくお願いいたします。お願いします。改めて私、株式会社 HR フォースの現在 CDO を務めております吉田と申します。約5年前に創業して、そこからこの HR の利活用というのを推進してきた立場にございます。で、後でもう一度改めて自己紹介してもらいますが、もう一人のメンバーが奥井さんです。今回のアナリティクスハブの概要だったりとか、一体どのように使っていくのかといった話について解説をしてもらいます。アジェンダは次の通りです。01番から04番というところです。一番最初に話をしなければいけないなと思っていることです。 HR データとはという話です。今日ご参加いただいた方で、データデジタルの人というよりも、実は HR の中でいろいろチャレンジされている方っていうのはそんなに多くないんじゃないのかなと思います。 HR のデータって実は普通のものより結構特殊なんですね。本当に特殊です。その本当に特殊な中で HR データってそもそもどんな性質があるんだろうっていうのを理解できると、なぜアナリティクスハブを利用しなければいけないのかっていうのが分かるかなと思いますので、ご紹介をしてまいります。 HR データ、特にこの日本の中でっていう話です。3点特徴があります。1つ目が技術的に停滞している、ちょっと言いづらいんですけど技術的に停滞しているという点があります。2つ目がセキュリティが非常に大事で、3つ目が社会的影響って書いてるんですけれども、ちょっと意味が分かりづらいなっていうところなんで詳しく解説をしていきます。一番最初の技術的停滞というところです。今日いろんなセッションに参加して、おそらく SaaS サービスで、まあ、他社サービスもいろいろ聞く中で、おそらく海外のサービスっていっぱい聞いたと思うんですね。おそらくHR の話って全然聞かなくなかったですか？聞かなかったと思うんです。日本の HR のサービスで海外のものが入っているとほぼほぼないと思います。これって日本の法的環境だったりとか個人情報だったりとか非常にガラパゴス化していて、今日本のサービスがメインを占めているっていう結構特殊な状態にあります。海外だと当たり前に API が使える。ただし皆さんが採用とかにもしも関わったとしたら API でアクセスできるっていうサービスはほぼほぼなくて、 ID パスワードを入れてログインをして CSV をギリギリダウンロードして分かる、で最悪 CSV もダウンロード禁止だよっていうサービスに多く出会うことになると思います。っていう形で非常に閉じたデータの中、皆さんはよくサイロ化っていう話が進むと思うんですけど、まさしくこの HR データというのは非常にサイロ化している。今これを採用担当者の皆さんだったりとか HR の皆さんというのは毎回ログインをして頑張ってダウンロードを取得しなければいけないというちょっと特殊な状況にあるんですね。2つ目です。また今日も話聞いたと思います。データの民主化っていうワードはおそらくまあまあこのセッションでとかみんなの共通語だよねって話があるんですけど、 HR だけは結構民主化しちゃうと危なかったりするんですね。隣の人の給料いくらみたいなそれって知っちゃいけない情報だったりすると思うんです。一部の人しかアクセスできない、みんなに広げるためには結構きちんとした加工をしなければ HR のデータっていうのは共有することができないという性質があります。
なのでじゃあローデータをみんなに配っていろいろ分析してもらおうっていうところが難しいんですね。これが HR データの特徴の2つ目になります。で3つ目、社会的影響っていうところです。ちょっとここはイメージしづらいので情報漏洩した時のちょっと社会的影響って話は一旦置いておきます。ここはどうにか最後皆さんに覚えてもらいたいなっていう数字でした。2030に640、2040に1100万っていう、これらの数字ってご存知の方がいらっしゃると思うんで省略しながら言うと、これから日本の中での働き手が不足する人数っていうのが2030に640万、2040に1100万っていう数字になります。この数字おそらく知ってると思うんです。皆さん働き手が不足するよねって話は、ただ今何をやってるかっていうと、このリスキリングっていうキーワードはありながらも採用を隣の人から奪い合うっていった戦いをずっとしなければいけない状態にあります。結構ここからまずい状態がどん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 進んでいくっていう話です。要するにここから先どんなことにならなければいけないかっていうと、実は日本じゃなくて海外だともうすでに進んでる例だったりします。一体何が起きているかっていうと、採用で隣の人から人を奪い合うっていう戦いはもうおしまいだよねと、まあ、海外だと特にグレートレジグネーションっていう、まあ、大きな波があったと思うんですけど、その波の後に、まあ、採用してもすぐ辞めるから採用費にお金使ってもそんなに関係ないよねっていう話になってくる。なのでよく人的資本経営っていう単語が先に躍起に出てきたなと思うんですけど、あれはヒューマンキャピタルマネジメント、自分たちのワークフォースをいかに増やすかっていう海外の流れを組んでる言葉です。これから HR データっていうのをより有効利活用しながら自分たちのワークフォース、日本語だとこれうまい訳が今存在しないらしいんですけど、自分たちの働く総合力を増やすっていう活動を通してより多くの利活用だったりとか自分たちの能力アップをすることによって大きな変化が訪れるだろうと。ただし先ほど申し上げた通り1番2番で言った通りデータが取得しづらくて加工も非常に難しいっていうのがこの HR データというところで抱えている課題でございます。なので今回特にこの2つの技術的停滞だったりとかこのセキュリティっていうのを配慮するためにどうしなければいけないのか、 CSV で一個一個ダウンロードしたものをお客さんに提供するのか、いろんな方法があると思うんですけれども、今回の話で大事になるサービスとしてアナリティクスハブを使うというのが私たちは最も理想的な形だというふうに考えました。まあ、それらのアナリティクスハブの概要だったりとかあとはそれぞれって一体どんな特徴があるのかなっていうところを含めてその話は奥井さんの方からお願いしたいと思います。じゃあ奥井さんよろしくお願いします。こんにちは、株式会社 HR フォースの奥井です。ここからは私がお話をさせていただきます。まず簡単にちょっとだけ自己紹介をさせてください。私は今株式会社 HR フォースでデータエンジニアとして働いています。主にビッグクエリや Google クラウドの管轄を行っています。また今回この後ご紹介させていただく HR DARS アザプトというサービス、このプロダクトオーナーではないんですけれどもプロダクトオーナーの見習いとして日々頑張ってます。でちょっと実はなんですけど今日めちゃめちゃ緊張してますとそもそもこういう登壇機会が人生初なんですねで人生初がこの Google クラウド NEXT 東京、緊張しないわけがないというところでガチガチなんですけどまあちょっと噛んだりだとか、まあ、ちょっと言葉に詰まったりするところもあるかなとは思うんですけれども、まあ、新卒3年目、まだまだ24歳というところで温かく見守っていただけますとすごく嬉しいです、はい。まあ、そんな中でもしっかりと皆さんにいい形で伝わるよう頑張りますので何卒よろしくお願いいたします。ではアナリティクスハブの概要について説明したいと思います。まずそもそもアナリティクスハブとは何なんでしょうか。一言でまとめると
異なる組織間においてビッグクエリ上のデータをシェアすることができる技術というところです。例えばで言うと1企業と1企業がある、それぞれがビッグクエリ、ビッグクエリを持っているって形になります。データっていうのは世の中いろんなところに散らばっています。その中で左の企業がデータをビッグクエリに集約したとします。これらのデータを異なる組織にビッグクエリにある状態のままシェアすることができる、これがアナリティクスハブです。ただこれ自体正直知ってる方多いと思っています。ただしちょっと間違って解釈されているところもあるんじゃないかなっていう話を次にお話します。2つ目です。先ほどは企業間のデータのシェアっていう話をさせてもらいました。またアナリティクスハブの有名な事例、よくあるのが自分たちの組織のデータを集めてこれを一般にですね全世界に向けて公開するというところ、これによってビッグクエリを使っている人であれば誰でも簡単にそのデータにアクセスすることができるというところです。例えばで言うと Google トレンドのデータなんていうのは Google さんが提供してくれているかなと思っています。このデータは全世界の全組織の人たちがビッグクエリを使ってさえいればいつでもアクセスすることができる。ただしもう一方で自分たちの組織のデータっていうのを特定の組織にだけ共有することもできます。異なるプロジェクトではなくてオーガニゼーション、異なる組織に限定して公開することができるんです。この図であると下の図になりますね。 B のデータを B の組織にだけ提供するようなところ、これがアナリティクスハブの2つ目のメリットと言えるんじゃないかなと思っています。続いて3つ目です。これは1つ目のメリットと若干絡むところがあります。先ほど前の話で HR データについて触れました。 HR データは API でアクセスできるもの、できないもの、 CSV でダウンロードできるもの、できないもの、これら形式の整っていないデータがたくさんあります。そういったこれらのデータをある組織が自分たちの環境にビッグクエリに集約したとします。するとこのデータをそのままの状態で違う組織に渡すことができます。つまり各組織がそれぞれ頑張って汚いデータをまあきれいな形に集める、それぞれが頑張る必要はなくて一組織が頑張るだけでそれをシェアすることができる、これによってデータの利活用が進む、そんなところを成し遂げられるのがアナリティクスハブの3つ目のメリットじゃないなんじゃないかなってことを私は考えています。そしてこれらを通してアナリティクスハブでデータを提供される、受け取った側はきれいなデータが渡されます。データはきれいなデータであるほど扱いやすいです。データを整形したりだとかそこに時間をかけるのでも正直時間はたくさんかかってしまいます。きれいなデータを分析する、よりビジネスの近い現場でデータを生かすことができる、そしてそれに伴ったより良い意思決定であったりアクションを今まで以上に実現することができるんじゃないかな。データを使ってどんどん加速度的に成長していく、組織の成長を後押ししてくれる、そんなのがアナリティクスハブの特徴でもありメリットであるんじゃないかなと私はそんなふうに考えています。ではここまででアナリティクスハブの概要についてお話をしました。アナリティクスハブは素晴らしい技術だと私も思っています。ただ一方でデータをシェアするという文脈で考えると何もアナリティクスハブだけが唯一の手段ではないのではないかなと思っています、ではないと思っています。それぞれ比較していきます。一つ目思いつくのが CSV です。
データエンジニア以外の方、特にビジネスサイドの皆さんだったらデータの受け渡し方法としての CSV どうでしょうか。非常に扱いやすいかなと思ってます。 Excel ファイルで開いたりだとか、Google シートで開いたり、ダウンロードさえできればめちゃくちゃに楽だと。実際に、レポートなど CSV 形式で提出される提供されているサービスっていうのは非常に多いかなと思っています。ただし HR データ、この文脈で考えるとどうでしょう。扱いやすいっていうのは先ほどまでメリットでした。ただし機密性の高い HR データ、これらが一度 CSV としてダウンロードされてファイル形式に直ってしまう、ファイル形式に直って手元に残ってしまう可能性がある。この文脈で考えると少し怖いところはあるんじゃないでしょうか。2つ目です。 IAM です。ご存知の方多いと思いますが少し説明させてください。 IAM アイデンティティ&アクセスマネジメント、要するに組織の人がユーザー権限を発行するっていう形ですね。この人にはこの権限を、この人にはここまでの権限をあげますみたいなイメージです。ではこれを利用してデータを利用したい人をデータを提供する側の環境にアクセスする権限を付与する、これはどうでしょう。確かにいい感じはしますよね。綺麗な形かなと思います。ただしデータを提供する側から考えると少し怖いところがあります。それはデータを利用するユーザーが増えれば増えるほど IAM の設定を増やさないといけないというところです。データを利用するユーザーが増えるたびに IAM の設定を行う、この権限を一つでも間違えてしまうと情報漏洩が起きてしまいます。また権限によっては自社環境が破壊されることもあるかもしれません。こういった IAM がどん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 増え続ける管理、果たしてどのくらいまでできるのだろうか、少し悩ましいものがあるかもしれません。こんなふうにデータのシェアっていうところで考えると2つ例を挙げました。ただし他にもあるかなと思ってます。それこそ ETL だとか ELT、 またデータをローデータにアクセスさせない形で提供する、例えば Looker Studio などを使ってレポートだけを共有するみたいな方法もあるかなと思ってます。データのシェアっていうところで考えるといくつかの方法っていうのは確かにありそうです。ただ私たちは先ほど紹介した HR データ、これを扱っています。これをシェアするという文脈で考えたときにはこのアナリティクスハブが最も理想的な形、そう思いました。確かにアナリティクスハブでなくてもデータのシェアっていうところは実現できたかもしれません。ただしアナリティクスハブがあったからこそこのアザプト HR データのシェアリングをより良い形で実現できた、そんなふうに思っています。というところが今回アナリティクスハブの概要を説明しながらかつ他との手法との検討という流れでお話をさせていただきました。そんなアナリティクスハブ、今回アナリティクスハブを用いたサービスの一例、私たちの提供している HR ダース、アザプトについてです。ここが今回最もお話ししたかったところ、やっとお話しできるのでぜひ聞いていただけると幸いです。先ほどのセクションまででアナリティクスハブの概要魅力を紹介しました。非常に便利なので、それに伴ってアナリティクスハブを用いたオープンデータの提供事例なんてものは世の中にもたくさんあるかなと正直思っています。がこのアナリティクスハブを
サービスの根幹として利用している事例、これは世の中にはまだまだ少ないんじゃないかなと思っています。アナリティクスハブを用いてデータのシェアリングを行っているサービスを私たちは提供しています。ただそれをサービスとして提供しているからこそ考えられる話、またサービスだからこそ考えないといけない話というところを今からお話しできればと思っています。今回アナリティクスハブを用いたサービスアザプト、この話をするときに2つの視点から考えたいと思います。1つ目のユーザーと2つ目がサービス提供者です。まずはユーザー目線から考えます。ここでいうユーザーとはデータを受け取る側ですね。この人たちがどういうふうにアザプトを捉えているのだろうかっていう話です。ちょっと大きい話をします。そもそもユーザーっていうのはなぜサービスを利用するんでしょうか。それはそのサービスが何らかの価値を提供してくれるからです。困ったことがあった、それを解決してくれる。だからサービスを利用してくれるんです。当たり前の話かなとも思います。じゃあ裏を返せばユーザーはサービスに満足していればそのサービスを利用し続けてくれるとも言えるかなと思います。でもじゃあユーザーが満足するポイントって一体どこなんでしょう。我々が提供しているのは HR ダース、データがサービスの本質です。ユーザーが満足してくれているのはデータの中身なんでしょうか、それともデータの量なんでしょうか。たくさんあると思ってます。ここを分からずにサービスを提供し続ける、これは非常に怖いです。そんな時に大事になってくる指標、それが SLO。 SLO って大事ですよね。最近になってよく聞くようになったかなとも思っています。けれども実際 SLO ってどんなものだとか、また自分たちのサービスに SLO を組み込んでいるっていう事例はまだまだ少ないんじゃないかなと思っています。少し SLO の説明をさせてください。正式名称はサービスレベルオブジェクティブ、日本語で言うとサービスレベル目標です。そう、目標値なんです。SLA はよく聞きますよね。サービスレベルアグリーメント、同意したものってところですね。サービス提供者とユーザー、この2者間で成立するものです。それに対して SLO、 ユーザーのニーズを起点にはしますが、あくまでもサービスを提供する上での目標値です。目標値と聞くと、まあ、確かに何かあった方がいいかなっていう感じはするかなと思います。まあ、何事においても目標のない道をまあただただ進むっていうのはちょっと難しいものがあったりするかなと思っています。そんな中で私たちはアナリティクスハブを用いたサービスを提供する上でこの SLO が改めて大事じゃないかなと思っています。ユースケースを考えます。これはお客さんがどういうふうに私たちの HR ダース、提供されるデータをどのように使っていくのかっていうところを考えていきたいと思います。15日と16日、そう、昨日と今日ですね。Google クラウド NEXT の日程の中、この2日間でお客さんがどういうふうに動いたのかっていうところを考えていきたいと思います。例えば15日の朝8時データが届きました。その2時間後、10時に届いたデータに基づきながら計画を立てます。これはどういうふうにしようみたいなことを考えます。そしてまた2時間後、12時に基づいた実行を行う。皆さんもあると思います。朝の何時にこれをして、これを確認してこうするみたいなところ、ある種定例化された業務で
どの組織の皆さんでも、まあ、身近に感じられる例じゃないかなと思っています。もちろんこれは組織のルーティンとして成り立っているので、まあ、15日16日だけじゃなくて17、18、どん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 これからも続いていくようなそんなイメージです。毎日のオペレーションとして当たり前のように走っている、こういう当たり前がある中で、ではさっきの朝8時データが届かなかったらどうでしょう。組織の1日が崩壊してしまいます。アグリーメントで顧客との間で同意することは非常に大事です。ただしユーザーが実際に求めているものに対してオブジェクティブ、目標値として私たちが努力するところを決める、これも非常に合わせて大事です。ではこういったケース、どういうふうに SLO を設定すればいいのか、それが次です。何時に前日データが参照可能である状態、これを維持するというところです。今回のアナリティクスハブを話題にすると、なぜ SLO が大事なのか、ここに答えがあります。今回アナリティクスハブ、データを提供するという形ではあるものの、正確に言うとリアルタイムでお客さんにデータが届きます。リアルタイムでお客さんが自社環境下のデータを覗きに来る形ですね。そうなってくると、データを提供する側として自社環境内に何時までに前日データが参照可能である状態を準備しておくのか、ここが本当に大事になってきます。ここを維持できなければ、お客さんはデータに前日データを参照することができなく、逆にこれさえ満足させていれば、お客さんはすごく利便性高くデータを扱うことができる、そんなのがアナリティクスハブを用いたサービスの特徴でもありますし、アナリティクスハブを用いたサービスを考えるときのポイントでもあるんじゃないかなと思っています。先ほどまではユーザー目線からアナリティクスハブ、アザプトを考えました。ではサービス提供者目線で考えると、アザプト一体どういうふうに見えるんでしょうか。ここで考えないといけないこと、例えば公開設定ミスです。このページは要するに A から A、 B から B という形で当たり前のようにデータが届けられている状態です。アナリティクスハブを用いてクローズドな環境で公開範囲を設定してデータを提供している、データを届ける機能を持っているというところです。そう、あくまで機能なんです。あくまで機能だけを持っている、つまりこれは最悪な事故を起こすこともできるようになります。見てください、最悪です。 A のデータを B の組織に、 B のデータを A の組織に届けてしまっています。皆さんどうでしょう。こんなことが1日でもあったらすごく大変かなと思います。サービスとして考えます。ユーザー目線、もちろんこんなサービスは使いたくはありません。サービス提供者目線、それ以上にもっと怖いです。情報漏洩してしまった、じゃあその後どういう対応するのか、考えないといけないことが山のようにあります。こんな最悪なケース絶対に起こしたくありません。なるべく避けたいです。ではどうやって起こさないようにすればいいんでしょうか。たくさん方法あるかなと思っています。ですが私たちの方法を紹介させてください。2つ、クラウドビードとテラフォームです。ク
クラウドビードご存知の方多いかなと思ってます。 Google クラウド上でビードを実行する、まあ、サーバーですなビード実行サービスですね。 Google クラウドビードを用いることで CI/CD を簡単に実現することができます。もう一つがテラフォーム、インフラストラクチャーアズコード IAC の一つです。インフラの設定をまあコードとして管理することで、まあ、煩雑になりがちなインフラの管理を一元的に行うことができます。私たちはアナリティクスハブの設定をテラフォームで管理しています。そしてクラウドビードでテラフォームの実行を自動化している。ただこれに関しては正直当たり前の話かなとも思っています。取り入れている方も多いんじゃないでしょうか。私たちは少しだけ工夫を加えました。データを提供する際に私たちはデータを大きくまとまったところから、このデータはこのユーザーに、このデータはこのユーザーにと切り分けた形で提供しています。この際、大体は ID 単位で ID を元にしてデータを切り分けたりすることが多いんじゃないかなと思っています。ただし ID だけだと実際じゃあこのデータは誰のものだとかっていうのがなかなか分かりにくかったりすることもあるのかなと思っています。なので私たちは ID だけではなくヒューマンリーダブルな情報、例えば提供先の会社名などですね、これを横付けしたコード設計を用いています。本来は必要ないのかもしれませんが、安全方向に舵を切るため私たちはあえて記載するっていうところを行っています。データを切り分けてじゃあしっかりと公開設定を行う必要がある。アナリティクスハブっていうのはデータをシェアするときにデータセット単位でシェアをします。なので私たちはこれを利用しています。データセット名を提供先の会社のドメインを用いたものに設定しています。データセット名と提供先の会社のドメインが完全に一致しているか、これをテラフォームのコードで検証しています。クラウドビードでテラフォームが自動実行され、その際に自動的にテストが走る。誤った設定がされていればその誤った結果はしっかり返せるように検索、設定をしています。少しこういった構成っていうのはもしかしたら考えようによってはもしかしたらいらないのかもしれないです。ただし我々はユーザーに対してしっかりと安全方向に舵を切りたいと思っていることがこういった設定を行っていますし、こういった設定をすべきだとも思っています。アナリティクスハブを用いてのデータの公開設定、サービスとして提供する上ではこういった形で誤ったデータが提供されない仕組み、ここをしっかりと考えるのが非常に大事だと思います。続いてのケース考えます。アナリティクスハブでデータの提供を行う、ではこのデータの持ち主は誰なのかっていうところです。2人のユーザーがいます。2人の視点があります。提供者側とユーザー、持ち主、正直どっちのケースもあると思っています。私たちではアザプトではデータはユーザーのものだと思っています。ではアナリティクスハブの機能としてこのデータはユーザーのものとしか選択できないような設定となっているのか、そういうわけではないです。アナリティクスハブはデータの持ち主がどちらのものなのかを選択できるような魅力のあるサービスでもあります。例えばです、両方とも実現できます。これ上下アナリティクスハブでデータを相手側のビッグクエリに提供する。その際に提供された側の組織はそのデータを別の場所にコピーすることができるのかできないのか、これを私たちがデータを提供するタイミングで設定することができます。上の場合はどんどんデータ使ってくださいって感じですね。コピーしてどん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 それを参照してください。下の場合だと確かにデータは見てもらいたい、だがこのデータをどん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 コピーしたりだとか私たちの管理できないところで扱うのはやめてもらいたい、そういうケースです。
このどちらも設定では選ぶことができる。ではサービスとしてデータの提供が終わった場合を考えたいです。データのコピーを可能にしている場合、これらのデータ提供が終わった場合でもユーザーはずっとこのデータを参照し続けることができます。コピーを可能にしているのでコピー先のデータでまた見たいだとか、そこに対してクエリを投げたり、アザプトではこちらの立場です。ただサービスによってはコピーさせたくない場合もあると思います。コピーはできないのでデータの提供が終われば未来永劫そのデータにはアクセスすることはできません。サービスとして考えます。データのコピーが可能な場合、これはデータの持ち主はユーザーだと言えますし、逆にデータのコピーが不可能な場合、データはデータ提供者のものと、そういうふうに言えるんじゃないでしょうか。サービスとしてアナリティクスハブを用いるとき、サービスが何を大事にしているのか、これは大きく皆さんで変わってくると思います。ただしサービスとしてアナリティクスハブを用いるのであれば、皆さんがデータの持ち主は一体どちらのものなのか、ここを明確にした上でアナリティクスハブをしっかりと設定すること、これが非常に大事じゃないかなと言えます。そんな形で今回 HR ダース、アザプトを2つの目線から考えてみました。ユーザーとして HR ダースどういったものかな、サービス提供者として HR ダースどういったものかなという視点です。で、この2つの視点からサービスを考えるっていうところが今回アザプトで頑張ったところでもありますし、皆さんが今後アナリティクスハブをサービスの一部として使うときにはぜひ考えていただきたいところじゃないかな、そんなふうに思っています。最後に、今回私たちサービス HR ダースというところで提供していますが、 HR にかけてもすごく大きい思いを持っています。今回のアザプト HR というドメインのデータシェアリングという観点に絞ってお話をさせていただきました。アザプトはデータをシェアするという、一種の活用例でしかいないかなと思っています。ただし HR データドメインはすごく大きいです。データに絞ってもデータ統合だったりデータ分析だったり HR かけるデータ、たくさんの領域があるかなと思っています。ただこの HR かけるデータ、世の中にはまだまだ事例だとかそういったことがとても少ないんじゃないかなと思っています。冒頭の吉田の話でもありました、 HR データ非常に可能性を秘めています。私たちは HR かけるデータ、またテクノロジーで働き方を変えていくっていうモットーのもと会社として頑張っています。皆さんと一緒に今回、HR かけるデータっていうところで一緒に何かを実現したり、一緒に何かを変えていきたい、そんなふうに思っています。今回アナリティクスハブが面白かったなっていう話でも全然嬉しいですし、HR ダースなんか魅力を感じたな、どんな話でも構いません。この後アスクザスピーカーという形でいろいろ話せる場がありますので、ぜひ皆さん後でお越しいただけますと幸いでございます。以上で私たち株式会社 HR フォースビッグクエリーアナリティクスハブで最先端の HR ダースを実現した方法のセッションを終わらせていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。